豊中稲荷神社は、大阪府豊中市中部にある神社。旧社各は孫社。豊中稲荷神社は通称であり、正式社名は、稲荷神社。創建年代は不確かながら、行基創建の金寺に、この絵師から寺領数十長部の寄進があり、この守護神として誕生されたことに始まるとされる。以後三者の章のうぶすながみとして栄えたが、永正元年、足利義種により、 車両を没収され、荒廃した。さらに、天正六年、織田信長が、伊丹城の荒木村重攻略にあたり、高山右近に命じて、摂津国一円の車地を焼き払わせたため、当社の宝物も、神事を除き湯に返してしまった。戦火が収まると、神社は仮殿を経て、慶安四年に再建されたものの、王子に比べればささやかな勝者となった。昭和十五年、 再建320周年記念行事として、平殿、廃殿、社務所を改築し、本殿は旧来のままで、副殿を新築した。この時、社殿は一軒社流れ作りで作られた。ここは、新面宮山古墳群に含まれる、東海山古墳があった場所で、末木棺が出土した。豊中稲荷神社由緒きに、農業が中心の時代に、旧祭が、 観点ごとに行われ、う子こが催した飛び上がり大根のことが書かれている。現在、この祭りは行われていない。当社は、丘陵地に位置するため、周囲は、古くから推理に難があった。このためかつては、雨乞いの金彩がしばしば催されたという。領主だった星なしからもぼたもちの奉納があり、またう子が奉納する、飛び上がり大根が知られていたものの、金彩は、 周囲の宅地化につれて行われなくなった。例大祭の秋祭りでは、鳥居前の道路を秋祭りの太鼓が巡行するほか、団地り子供や女性のみこしも登場する。周囲はかつて農村だったが、今や完全に住宅地と化し、境内は隣接する公園とともに、貴重な緑の空間となっている。境内には、学校法人と夜中稲荷学園が運営する。 宮山幼稚園がある。また、豊中町三大大技普通生理組合の共有地を公園化した記念碑がある。ありがとうございます。